ぱいですね。そうだ、なんかやっぱり発音良くしたいって人いっぱい見てるんで、うんうん、なんか簡単なコツみたいなのがありますね。簡単なコツ、一番簡単なのは音節に注目することじゃないかなと思いますね、はい、だって僕よく使うのはアメイジングという言葉、はい、アメイジングってまあまあ素晴らしいとか、はい、うん、いう感じですけど、アメイジングって言ったらすごい日本語的でしょ、うん、アメージング、そうそうそう、アメージング、まあ、G というのはちょっとあれかねあのアメージングって Z っていう音になってたとしてもなんとなくペチャッという感じ、日本語っぽい響きになるんですけど、これアメージングって日本語だとアメージングで6つの音ですよね。英語はアメージングって3つなんですよ、そうですね、うん、で、全ての音節が死んで始まって死んで終わるというつもりで発音するわけね。で最初はだからあじゃなくてアンまで、あんまで、その次はメイゼってやるんでメイズ、あメイズまで、で最後はゼンね、でアンメイズゼンというのをスムーズにつなぐとアメイゼン、あはいはい、っていうと英語っぽいでしょ、なるほど、アメイゼンっていうのとアメイゼン、コツとしては、まあ、今みたいにそのあーっていう母音と A という母音の間に M の音一つしかないとき、はあ、っていうのはこの M を日本語よりもまあ多分倍まではいかないけどもちょっと長めに発音してる、うん、なるほど、アンメイズ、あーなるほど、うーんってちょっと長めに引っ張ってあげる、はあはあはあ、それだけでだいぶ英語っぽくなる、なるほど、うん、これはいいことを聞きました ね、ぜひ試してみてください子音を後ろをくっつける、そうですね、なるほど、これも簡単ですね。もう一つよく言われてるのはそのシーンとシーンが続くときにここに母音入れないっていう、あこれは割と知ってはる人おると思うんですよね。それが実際にできるかできないかは別として、うん、で今お話ししたやつというのは一つしかシーンがないときにも少しやっぱり長いんだよっていうのは結構盲点になってるところじゃないかなという気がしますね。そうですね、母音を足さないっていうのはマクドナルドとかよく言う、マクドナルドって、ね、言わないといけない、まあ、肉って足しちゃうんですね、うんうんうん、どなるるるってね、ど足しちゃうわけですよね、そうそうそう、マクドナルド、これも6つやね、6つですね、マクドナルド3つやね、うん、なるほど、こういうのを意識してですね、やってみてはいかがでしょうか一つ一つの音っていうのは、まあ、確かにちょっと日本語と違ったりとはするけれども、多少ずれるのはそれ、うん、例えばアメリカ人とイギリス人で違う母音出してるじゃないですか、はいはいはい、まあ、それほどあんまりこうあの気にしなくても、うんうんうん、それよりもちゃんと音節を守って話してあげるっていうだけでだいぶ英語らしくなる気がしますね、うんうん、音節をぜひ意識してください、意識して、そうですね、他に持っていって、うんうん、Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.